出世しましたって言ったって必ず損失するわけですよ。ここの名称を歩みに結構するわけです。これは今三種のためにやっているエンジンがどう定義したのか。でトルコはスタートするとですね、出すメッセージがあって、例えばもしディスプレイが1000だったら 1000cc のキャスエンジンをこういうふうに出す、うん、もしディーゼルエンジンを作れと言われたら多分ここが D になってね、ディーゼルエンジンのスタート停止にすれば多分いいんだと思いますね。なんでまあなんか比較的、今のような、継承とかね、そういうことイズアの関係とかハズアの関係をよく理解してるとですね、非常にわずかな手間でどんどんいろんなクラスになっていくということが分かっています。このこれはそのエンジンを継承しています、はいはい、ここは必ず入れなきゃいけない、いえいえ全部ね新たに定義したっていいんです。 その場合は継承が利用できないから全部書かなきゃいけない。ただ継承を利用するときは必ずそうです、ここは作らなくてはいけなくて、はい、でこの場合はエンジンを使っているってことは、あのエンジンの上にあったエンジンクラスの中の一番スーパーであるエンジンクラス、エンジン、ギャスエンジン、ディーゼルエンジンのやっぱりこう、はい、系統がありましたよね、はい、それの一番上を利用しますよっていうので、はい、多分ここにエンジンっていうのがあってね、そしてここに、こういう格好で、あの、ね、最初にお見せした表には入ってなかったけど、はい、ここにギャスエンジンがあって、はい、ここにディーゼルエンジンがあってという格好になって、はいはい、これ一つですので。そうです。だからやっぱり継承をね、うまく利用する。そうすると、例えば似たようなクラスを2つ定義する。新たにね、はい。この時にもしかしてこの上に立つうまいクラスはないかなって探すっていう、最後に定義ですよ、はいはいはい、で。うまいのを探せたら、それで定義しとくと、こちらの方では定義サボれるよ。2つともサボれちゃうっていう、そういうメリットがあるんですよね。なるほど。で、ちょっと一言、多体性、ポルフォルミズリズムっていうそういう言葉があるんですが、あんまり聞かないとわかるかもしれませんが、はい、多体性っていうのは一つのものがいろんな顔を見せますよっていう言葉なんですね。それで、実はどこに使っているかと、同じメソッド名があっちこっちに出てきてるんです、はい、イニシャライズもそうですけど、スタートってどこに出てきたかっていうとね、はい、エンジンのスタート、うん、ギャスエンジンのスタート、はい、まあ今まで定義しただけだと思いますね、はい、それから、オートのスタートが、はい、それから、セダンのスタート、はい、でそれ全部違ったオートをしてくれるわけですよ。ね、なんであここに今言ったの書いてあるんですね。こういうのをですね、同じメソッドでありながら名称のメソッドである、はい、実はこの前にインスタンスがついてるから、どのメソッドは一体どのスタートはどのメソッドを動かすかのはすぐ分かるんですけどね、インスタンスを含めて考えれば分かるけれど、単にこの文字だけ見ると同じですね、はい、メソッドがあっちこっちで定義できちゃうということを多体性、まあ、これ簡単なんです、はい、で実は OOP そして OOP になりましたけど、オブジェクトオリエンティッドプログラムの三本柱という言葉があって、はい、継承、はい、これはイズア関係に限ってますけれど、はい、イズア関係では、上 の, 上あの定義した、インスタンス変数とかですね、それから、メソッドがそのサブクラスでそのまま利用したければできます、はい、無論しない場合にはオーバーライトというテクニックを使います、うん、それからカプセル化って言葉がありますね、はい、これは例えば、スーパーでのインスタンス変数で定義されたインスタンス変数をですね、スーパーじゃなくて どんなクラスでもいいんですが、インスタンス変数を他のクラス のインスタンスから勝手に変え利用できない、ダイレクトには利用できない、保護されて相互されているわけですね。でそれは要するに、そのプログラムのモジュール化を高めてるんですか、独立性を高めてるんですね。で我々はこの唯一のパスであるメッセージを送る、あるいはメソッドを使うっていう、それだけでやり取りをするっていう、そのありがたみが分かりやすくなるわけです、はい、
なんでさっきみたいに直すときも簡単で、あそこのあそこを変えたいなと思ったら、そこのクラス のそのメソッドだけピョッと見に行って直すか、センターです、はい、で3番目が多体性で、これはね、こういうスタートとかストップだとあまりありがたみ感じないかもしれないんですけど、例えば四則演算でね、はい、プラスっていう記号を足し算ね、でこれは実はですね、厳密なことがないと結構めんどくさいことがあって、整数足す整数の時はどういうこと、答えは整数足す、はい、普通はね、うん、それから整数、いや小数足す小数は小数足す、でじゃあ整数足す小数はどうするのっていうと、これはちゃんとですね、その場合のメソッドがどこかに定義されたので、その通りやるんだけど、同じクラスの記号を使っていいですよっていうことになる。もし複素数が定義すると、複素数の足し算もちゃんと同じ記号でできる。ちゃんとそれは定義しなきゃいけませんけど。というので、同じ記号が使える、同じメソッドが使える、これは実はメソッドなんだけれど、はい、というのは、いろんなところでありがたみが出てくるというんでですね、実はとても実は結構重要な、重要な。なかなか今回のこの短いね、たった2回の講義で、オブジェクト思考言語全体 のレビューをしてるんでですね、そこまではなかなか言えないんだけど、はい、便利さはいっぱいあっちこっちにありますね。そのために使われる、よく使われる言語なんです。そうです、この3つの言葉がですね、なんでそんなに言われるかっていうと、まあ継承はとか、継承は少なくとも、リソースのですね、エコノミカルリソースの使い方になるし、カプセル化はモジュール化しておいてですね、なるべく他の人から余計なところまで見えないようにしておくというのが分かりやすいでしょう。多体性は同じ記号を使っていろんな定義、例えばですね、文字列に何かを足すことをプラスというふうに書こうと決めちゃったら、これも割と直感にありますね、はい、で文字列 A に B を足してくださいと、どうするのっていうんだけど、それやってみるとですね、ちゃんと長いことやってもらっていうような、そういう同じプラス記号があちこちに利用できるっていうようなところに。今まではですね、いろんなクラスの、まあ、定義を説明したんですけど、はい、クラスは使ってもらえないことには意味がないの で使うにはですね、オブジェクトにメッセージを送信するっていうんですか、はい、インスタンスドットメソッドっていうのをどんどんやっていくと思いますね、はい、で今作ったですね、今まで作ったクラスオート系のオートっていうか、オート系のですね、プログラムをちょっとここに書いてみました、はい、まずオートっていう、クラスのインスタンスを1個作って、はい、でそれをいろいろ動かしてみましょうってことをやってみます、はい、といってもスタートしか書いてみませんが、うん、はい、で、オートニューでやりますと実はイニシャライズが動くんですが、はい、でここに引数があるとですね、オートの中に排気量というのが設定されますけど、はい、何も言えなければブランクが設定されるということになってますので、こうすることによって、オートが生成されて、排気量が空という格好になるんですね。で、そこで、オートスタートってやると、オートをスタートすると、エンジンスタートの前に、ハンドブレーキどうのこうのっていうメッセージザクになってましたんで、はいはい、これ出力、コロンって書いてあるのは、実は、これが出してくれる出力のことを書いてるんですね。はい、期待される出力。でハンドブレーキを緩めるというメッセージだけ出ておしまい。もし遠藤さんが希望されたようにですね、エンジン自身のクラスでもですね、スタートの時にエンジンスタートって出すようにした方がいいって言ったら、この後にエンジンスタート、エンジン起動っていうのが出てくるように変えることは簡単です。で止める時も同様なんで、止める方は書いてません。その次はですね、じゃあセダンっていうものを新しく作ってみたらどうなるか。でセダンの場合は具体的な車をある程度想定しているので、例えばエンジンの排気量を 1000cc にしましょうということにして、線路を入れてセダン、バスセダンを作ります。気をつけてください、ここはアットマークついてませんよね、はい、これクラス内で定義しているわけではなくて、クラスの外でクラスを利用しようとしているので、この変数は、インスタンス変数じゃない、普通の変数ですね。変数といっても、まあ、この実はオート型の変数とかいうわけなんですけれど、はい、これはセダン型の変数っていうのを作って、でそのセダンに対してスタートってやるとですね、ブレーキ関係の言葉がまず出て、それからセダンが使ってるギャスエンジンの起動のメッセージが出るんで、1000cc の